今泉潤です。広葉樹です。三浦千幸です。それでは昨日の続きをどうぞ。フルーティオさん、はい、7周年おめでとうございます。ありがとうございます。また新しいシステムを導入してファンキルのバイタリティには感心しています。広井さんがいつか言っていた責任取るプロデューサーがなせる技なんだろうなと思います。辛いこと楽しいことなどをよく聞かれると思うのですが、7年間やってきて不思議な事件みたいなのはあったりしましたか？不思議なっていうのはお化けが出てきたみたいな超常現象みたいなやつです。聞かせてくださいとのことで。これさっきスタッフに聞いたら聞きましたね。オフィスにね幽霊がいるらしいんだよマジで俺深夜一人で働くこと多いからマジで聞きたくなかったわもう行けないわ俺12時以降は俺一人で仕事する時間って決めてあ、うん、朝6時ぐらいまでやる時はある、ね、歌詞とか絶対そうなんですよ、うん、12時から始めて6時には帰るみたいな、うん、1回寝て起きてどうか考えるみたいな。なるほど。確かにね、なんか雰囲気あるんですよし、なんか朝4時か5時ぐらいにガタガタって音がすると思ったら掃除のおじさんが入ってくるんだよねおい物理的って思ったよかったいいのよかったんですけどね。あのゲームなんかと鬼と正門はやっぱ、うん、ダメだよね、ダメだよね、はい、鬼をいっぱい使うんだったらあの神社お参りをするとか、うん、正門だったら神田行くとか、うん、でちゃんとお参りをしとかないとやられるよね、うん、うちもやられたことあるからね。まさかどを出したらもう電源全部こったから、まさかどのプログラムやってる時バーンとこって全部すっ飛んでた。大変だったんだよ修復あるんですね本当に。でもう神田明神行ってそこからこう収まるんだ。不思議とね、黙ってやってんじゃねえぞと。おお、そうなんだよね。あと舞台だったら大岩さんだよね。あれもお参り行かないと舞台で事故になるっていうね。そういうのがある日本が面白いよね。うん、すごい素敵な国だと思う。不思議なんですよね。この、うん、日本っていると怖いけど、うん、海外に行った時に幽霊がもし出たとして、うん、やっぱニューヨークとかマジ雰囲気あるホテルなの。100年前とかから建ってる、うん、めっちゃ雰囲気あるじゃん、何これ、うん、絶対出るって言われてでなんかネットで調べてもめっちゃ有名じゃん出るのでここってなって俺マジでやだよ今日これやばいよもうって思って、うん、パンって開けたらふわーって、うわー窓開いてるからかみたいな窓開いてるからかみたいなそういうのも怖いよね怖いし